お疲れちゃんです。ですね、今回はですね、情報修正があったということで、またなんか環境がちょっと変わりましたということで、こちらのデッキをですね、紹介したいなと思いますので、今回のでネクロが強くなりました。いよいよ来ましたね。で、ネクロの HP が上がったのかな。で、あとはそのファイスピが強くなりました。ダメージがちょいと上がったのかな。なんでオーブン採用しています。で、あとはボンバーの飛距離がちょいと伸びたりだとか、あとほんのちょっとゴブリンの HP かな下がったみたいなのも多分ありましたね。あとはなんかその他もろもろあったかなと思います。で、こちらのゴレデッキなんですけど、前なんかあれですね、ババコヤゴレみたいなのが流行ってて、そのババコヤを今回はオーブンで、ダクネをまあネクロに変えて、で、そのファイスピーはファイスピーでも良かったんですけど、情報修正あったので、ファイスピーだとボイスウッドにしてるんで、あれなんですよね、もしインドラが来た時に結構しんどいっていうのもちょくちょくあったので、アイスピーにして、まあ回転力も上がりますしということで、このような編成にしております。ということで、まあいきますね。もともとのこのゴレの形がすごい強いんで、もう強いでし、まあ使いやすいと思いますね。で、初手に今回オーブンがないんですけど、もう初手にオーブンあれば毎回オーブン置けばいいと思いますね。で、ここはゴーレも置いてしまうと逆サイブッパが怖いので待ちますね。で、おー、なるほどね。ここはメガゴで受けてあげて、よいしょ、多分これは一発も入らずに防衛できるかな。で、ここは、まあ、ダメージソースのバルーンを相手は割いたので、ここでゴーレも展開したいと思います。で、ここはですね、何もないので受けが変に出して、ネクロとか処理されてゴレの後ろになんかあんまりユニットつけられないっていうのもしんどいので、こういうここなんですよね。このインドラが結構ずるい、ザップ入ってないんで、でもまあこのアイスピでなんとかなんで、このウッドの枠を別にザップにして、まああの枯渇のバレル警戒でファイスピっていうのもありなんですけど、なんかウッドの方が結構やっぱ万能じゃないですか。で、僕はウッド派ですね。で、しかもポイズンザップだとネクロが処理できないんですよ、今回。あのネクロがですね、でここは目の押しネクロがポイズン全部当てて、ウッド、あ、待って、やばい、これやばい、これやった。まあまあ、もうここは1個しょうがないですね。ネクロがポイズン全部当たってウッドも当ててやっと処理が可能なんですよね。なんでポイズンザップだったりファイブウッドファイブザップだと、そのネクロが処理できないっていうのがあるんで、やっぱポイズンとか、まあ変えるとしたらライトニングかなとは今思いますね。このここなんか結構やばいっすね、今結構やばいっすね。よいしょ、やばい、言うとしたらやばいっすね今。さて、これ負け、マジかよ、待って、やばい、マジで、なんで、なんか相手メガナイトバルーンです。相手のデッキ強くね、佐藤。インドラがずるい、インドラがずるい、待って、インドラがずるい、ここはもう攻めるしかないです。いやー、ちょっと待って、よかったよかったよかった、今なんかちょっと動画が止まってた。ふう、まあまあ、なんとかマジでなんとか、いや、ザップの方がいいのかな。よしよしよし、いや、ザップの方がいいのかなとも思うんですけど、どっちがいいんだろうな。でもウッドの方が結局バランス取れてるんで、ウッドっすね。まあ、インドラって100勝てないわけでもないんで、まあこのままでいきたいなと思います。で、次ですね、ここもまたオーブンがないんで、一回待ちですね。
なんだ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 。あー、ここはまあメガゴ咲いて、まあメガゴだけかな。まあ別に今ネクロとか出してもよかったとは思うんすけど、まあ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 痛いな、痛いんですけど、なんとかなんとかなんとか。またえ、これやばくないですか、またお前ずるいわずるいわ。ここはもうホバリングで、はぁ、ちょ待って、これずるくないですかさっきから、はぁ、待って待って、あのおかしい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 、なんでやねんなんでやねん。インドラで、まあ、ここはオーブン置いて、もうここはもうよいしょ、はいはいはい、ザバよしよしよし。で一回防衛して、まあまあまあオーブン壊されますけど、まあなんとか防衛なんとか防衛で、このネクロいな、インドラ咲いてほしい、インドラ咲いてほしいけど、さすがに咲かないよな。だよねだよね。なんでここのインドラの突破法として、この目がないと許容します。今言ったらここで9コスト使って、僕はゴレで8コスト使ったんで、まあトントンっちゃトントンなんですけど、ここもしっかりアドですね。うわ、これはずるい、これずるい、やばいやばい、待ってホグライダーはずるいで、やばい待って、このあれや、ゴーラをインドラで処理、これがずるい。 ISP 飛んで飛んで、ずるいわ、ずるい、マジでずるい、インドラがずるい。ここはあれですね、左側をしっかり防衛しないと良くないんで、左側、いなんで右やねん、ずるいずるいずるい。でもここはゴーレムでターゲット1回受けて、これ歩いて早く、よしよしよし。でここはポイズンとホバリングで、もうザップザップをくれ俺に、くそ、これあれっすわ、ダメや、ホバリング、このデッキはザップじゃないとダメっすねってことが分かりましたね。突破できないや、なんでザップにしてアイスピをファイスピかな、そうしたらバレルが来た時にファイスピでバレルを防衛できるんで、そうっすね、枯渇に対してもまあそんな怖くはなくなるかな、まあ、プリンセスの処理はホバリンカポイズンでやればいいんで、枯渇に対してもまあまあまあ戦えるんで、ここのウッドの方からざっぷりしましょう。でこのアイスピをまた強化されたファイスピにして、こうだ、これが正解っすわ、これが正解だということで、正解のデッキでいきたいと思います。いやこういうことやわ。でこれでまたインドラが来たとしても突破できますね。よし、ね、また今度オーブンないんで、まあ、待って相手が何か出してきたらネクロマンスター後ろから合わせるか、ゴーレムだったり、まあ、ジャイアントラバーの大型を出されたら、まあ、ゴレ出してそちらに、で相手が何も出してこなければ、まあ、出してきたっすね、何も出してこなければ、まあ、延長切る瞬間にですからね、僕は延長切る瞬間に毎回大型をゴレだったりラバーを出すんですけど、おお、なるほどね。そう、なんで1分、その1分1秒とか1分2秒らへんにゴレをパッて出すんですけど、なんでそのタイミングに僕が大型を出すかっていうのは、まあそれは人それぞれなんですけど、僕は、あれですよね、残り1分切るときになんか、ちょちょってエリクサーが、ぴょってなんか増えるんですよ。わかりますかね、なんかこれ僕がおかしいんですかね、なんか、残り、延長入る瞬間ってエリクサーがなんか一気にタタンって増えるんですよ。いやマジでマジでマジで気のせいなのかな、マジで増えるんですよ。ちょい本当にあとこの40秒ですね。なんでその1コス2コスを僕は損したくないんですよね。なんだからすごいお得な感じがするんで、すごい出しちゃいますね。でちょっとやばいですね、このファルチはまあホバリングがいいかな。いや本当にあと25秒よーく見ててくださいね、よーく。ここっすね、マジでこの今4
5で延長に入ったらまあそのエリクサーが2倍になるのはなるんですけど、そのなる瞬間がなんかちょっと増えるんですよ。待って、こんなにこれで違ったらどうしよう。アイテムこれ3、2、見ててください。1、ここっす、これっす、これっす、今の2、3っす、今のトントンみたいなやつです。この2、3のあれがエリクサーマックスだと行われないじゃないですか。あの2、3が僕はもうケチなんで、あの2、3を大事にしたいんですよ。なんであれなんですよね、あのやばい、そのどうしても1分切ってからじゃなくて1分切る寸前にユニットを出しちゃいます。やばい、これ良くない。ファーチがターゲット取ってからよくない。待って、負けたくない。OKOKOK。 で、あと残り18秒なんで、端前ゴレをオーブンで、そんなことするか、端前ゴレさえオーブンで止めてしまえば、あー、こんできあれないよ、あれなんですよ、あの陸がしんどいんですよ。よしなんで、なんでオーブンの方が意外といい。前僕墓石で動画を出したと思うんですけど、墓石だとやっぱ安定するんですよね、この陸が。でもまあネクロのスケルトンがあるんでオーブンでいいかなと思いますね。はい、ということでこちらの方がたどり着きました。こちらです。デッキ始めに見せましたけど、これが一切、はい、ザップファイスピが結果良かったということになりました。ということで今回はこれぐらいになります。はい、ということで良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。